君が死ね。今回は蘭丸が覚醒する手前でなんか美術室で失踪した時あったよね。で俺その時気づかなくてコメントで教えてもらって、ああなるほどって思ったんだけども、蘭丸が美術室であることをしていましたということで、それ見ていきたいと思います。じゃあまずはその美術室のシーンまでスキップしますね。はい、こちらが問題のシーンになりますね。まあここには被害に遭った人たちが、たくさんいますね。なんかいろいろ思い出す、ジョーとかさ、ソウ君とかも、この笑顔かわいい。なんでこの緑がデカデカとあるのか許されないけども。ナオちゃんもな、ナオちゃんのやられ殺され方もすごいむごかったんだけども。で、蘭丸はこの中の絵を一枚隠してます。で、ソウ君生存だと、サラちゃんはジョーの名前を忘れて親友って言い続けるんだよね。一切ジョーの名前が出てきません。で、この、ここ注目しててください。ここが欠けます。まあ、まず一旦蘭丸に。ほら、悪いサラ、ちょっと俺、ここで休んでもいいか？ここでね、多分ジョーの絵に気づいて隠そうとしてるんだろうね。どうした？ちょっとだけだ。すぐ後を追うって。わかった。無理するなよ。ちなみにこれサラちゃん見ると、体を貫かれた男の子の絵がある。っていう感じでね。もうちょっとジョーのことには一切触れないという。ナオさんの絵がある。ほら、ちゃんとキャラクターの名前言うのにさ。血だまりになられた女性の絵。満面の笑みの層。ほら、知ってる人の名前を言うのに、ジョーだけはもうほんと他人みたいな感じで言うんだよね。切ないよね。じゃあ一旦問題のシーンまでスキップしますね。はい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 。で、問題のシーンです。ね。気づいたでしょうか？ジョーの絵バッチリ隠されてます。あー、サラ、いたいた。蘭丸？休めたか？何をしてたんだって聞いてみようか。何をしてたんだ？だから、休憩だって。そうか、ならいいが。さあ、刑事さんを探そうぜ。っていうね。これよく気づいたね。俺マジで気づかなかったもん。あれ？あのスペースって何も飾ってなかったっけ？まあ、サラもね、本能的にジョーっていう存在を否定してるから多分気にしてないし。まあなんかあったような、なかったようなぐらいな感じでしか思ってないんだろうね。はい。これがソウ君生存ルートの時の、ちょっと二人の悲しい関係ですね。てかやっぱ蘭丸とね、ソウ、蘭丸サラちゃん生存はちょっと見たかったよね、こっち見ると。蘭丸確定死っていうのがちょっと悲しいんですけどもね。まあ、しょうがないのかな。はい。ということで、今回はここまでとさせていただきます。なんか他にも気になるシーンあったら、教えていただければ、まあ、見に行きたいと思いますので。はい。で、あと概要欄に、南紀大先生の YouTube のチャンネルと、君が死ねの URL 貼ってありますので、プレイしてみたい方、チャンネル気になる方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。それでは、シアンでした。蘭丸好きです。あ、ちなみに、覚醒蘭丸が見たい人は、俺のルートの、アリス&ソー生存ルートで行くと、俺初見でやって、だいぶ驚いてるんで、まあ、楽しんでみてはいかがですか。それでは、またね。